はい。ではですね、信長の野望大使、パワーアップキットですね。これは小田原征伐の前田家編ですね。はい。第6話でね、始めていきまーす。前回の、おさらい的には、特にないですね。はい。管轄に攻め込んでるよっていうだけで。今、戦争の期間が7ヶ月ですねっていうところですね。はい。とりあえずこれで戦って、あと1ヶ月様子見て、このカニカツさんとの、今出してる部隊の戦闘の状況次第で、まあそのまま延長していくのか、それとも、一旦講和をして、仕切り直すのかをね、決めていきたいなと思います。徳川にお味方する。これが来たってことは、我が領内に敵が迫っております。ですよね。はい、戦争ですよね。はい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 。あ、6番も来てく、出してくれる。守りきれるんだけど、ちょっと待って。武将がいないぜ。武将はいないよ。36日でしょ?いや、守りきれるんだけど、もう、影勝さんとは壊しましょう。はい、壊します。ここを取った時点で。で、確か、第5話で負けてるんですよ。影勝さんに、こいつが。それは、戻ってくるはずなんですよ。戻ってくるのを待ちます。ちょっと2週間ぐらい様子見ます。で、武将が一人いれば、本丸で耐えしのぎれます。はい。本丸で耐えしのぎます。はい。ちょっと、真田とちょっと、お城作りましょう、ちゃんと。ちょっと帰ってくるのを待ちましょう。三河武士の誇り、見せるは今ぞ。戻ってこないかな、まだ。まだ戻ってこない？どっから来るの、これ。ここの、何人いるの、今。ちょっと待って、ちょっと見ようか。一部隊、春日山から7700万出せるだけじゃあ、厳しいでしょう。こっちだって部隊数多いでしょ、旧部隊でしょ。うん。もうちょっと様子見ます。三河武士の誇り、見せるは今ぞ。よし、このぐらい、これ以上待てないですよね。あと到着は19日ですもんね。19と22日。あ、武将ちょっと戻ってきてるっぽいね。刑事が戻ってきてる。8500。あ、上限は3500。いけるでしょう。いけるでしょう。ダメだったら、5詰め。あ、違うじゃん。まだいけるじゃん。まだ持ってこれるじゃん。こっから持ってこれるじゃない。ちょっと戻します。ちょっと解散して。集まるのは、ここで。ん?集まるのは、ここでいいんですよね。で、これで、真田城から持ってきちゃダメ。で、1800出せますね。で、12日でしょう。で、これで、22日と、22日と、22日ですね。で、こっちが16日、先着取れますね。
200しかいないですね。部屋200しかいないの。まずいですね。まあ、とりあえず行きましょう。こっちはもうどうでもいいです。どうでもいいです。みんな、よくやってくれたな。はい。兵が何人いるんだ？あ、強行18日？じゃあ18日は落としときます。我が志、必ずや果たさん。あと18日でしょ？あと13日でしょ？もう公安の使者送っときます。承知いたしました。なんかこっちになんか出ようとしてるね。まあ6万ここで真田城で潰せば。諦めるでしょう。報告いたします。先月の収支です。表情を始めようか。よし、表情は終わりだ。取りたいけどダメですね。取れないですね。軍事は4ポイントになっちゃうんで。名簿。さ、兵糧は買わなくてもいいかな、まだあるんでね。じゃあ進めていきます。待つとしようか。よし、先着取れましたね。あとどうなんだろう、ある程度まだ帰ってきてないのかな。あ、でもある程度帰ってきてますね、武将ね。うん、帰ってますね。大丈夫ですね。ちょっと上田城誰が入ってくれないのかな。上田城重要なポジションなんですけどね。上田とここはね、海津城。じゃあ様子を見ます。この城もらい受け。ありがとう。じゃあ武将入れときます。一人だけ武将がいないんでね、一人しか置けません。こいつらどこに行くんでしょうかね。帰ったっぽいですね。勝ちは揺りません。いいですね。ありがとうございます。それじゃ、次の戦に行こうか。ちょっと、2160で、3万1000もね、倒しましてよ。ちょっと家康くん、あれですよ。いや、こんな大差で負けたんじゃ切腹じゃーとかって騒いでますよ、きっと今ね。で、みんなに慰められてるんです。大丈夫ですよ、とかって言われてるんですね。よし、これはね、もう帰ります。返します。真田城は、もう、鉄壁ですわ。もう守りがね、こことここと、あるんだね。この子とかもね、近場にあるんだね。そうすると、また、家康くんと講和した後はもう、ずっと待機状態ですよね。これ以上だとこっちとか こっちとか武将がいるから欲しいんですけど、こことかで。まあ7人いたりとか、こっちも3の4の7人いたりとかでね。欲しいんですけど、この、豊臣家から守る手段がないので、ここもかろうじて今守れてる感じなんですよね。はい。なので、まあ、攻めるのは上杉にしか攻めれ込めないので、上杉の武将が取れないと、多分このゲーム詰みますよね。上杉さんが今何人いるんだろう。勢力で。37人武将いるんですよ、金勝さんが。その武将はちょっと欲しいですね。今、自分ちが、
自分の拠点が、勢力で見ると、34人なんですよね。なので、全然ちょっと武将が少ないので。まあ、様子見ます。報告いたします。ゲチを。防衛しようと思ったらあれですね。一件起きちゃいましたね。ちょっと建築しますか。忍びの里いらないんで。撤去で、施設線一覧でね。ちょっといらないのをちょっと見ていきます。大丈夫ですね。変なのは特に出来上がってなさそうです。なんで真田城の歩兵が遅いんでしょうかね。あと1ヶ月で1000まで回復するみたいですね。でも1000もいらないかな。真田城はおとりになってもらいたいんで、800ぐらいにして減らしておきましょう。はっ。池だけ、どうせ攻め込まないんで、お仲間に、まあ、引き込むような感じで応援しておきましょう。いや、豊臣に行くの？まあ一応応援はしてあげますけど。力を貸すぜ。豊臣が細川家。そんなの不参戦ですね。となると、ああ、一気に動き始めるってことですね。あ、これってもしかして、あれですか、豊臣の同盟切れが起きてるってことですね。これちょっと急がないとなんかまずくなりそうですね。結構早めにちょっと謙信さん取らないと、上杉家取らないと、これ詰みそうな感じになってきますね。ああ、さっき池田家の味方にしちゃったんで、取られちゃうね。名簿。ちょっと様子見ましょう、いろいろと。最後にこの城さえ取っちゃえばいいだけなので、武将もらえるんでね。ちょっと目を光らせておきます。貸しません。我が領内に敵が迫っております。また69000、またちょっと後で やります。到着までが36日、まあ大丈夫でしょう。月末に出兵します。ここら辺も全部参戦できます。三河武士の誇り見せるは今ぞ。おっと、このぐらいでちょっと、兵出さないと間に合わないですね。あと24日、ちょうどいいぐらいですね。あんま遠いところはいらないんで、で、兵も1万あればいいので、1万ぐらいで。
先に行くぞ。ついてこい。あと20日でついて、こっちが24日、先着ももらえてますのでね、大丈夫ですね。報告いたします。先月の収支です。表情を始めようか。よし、表情は終わりだ。あと、具足欲しいんですけどね、条件が80以上の武将が、統率80以上の5人なんですよね。あと1人足りないみたいですね。で、このアクロ走破も欲しいんですけど、これ1回以上洪水とか豪雪の被害に遭わなきゃならないんですけど、洪水の被害合ってる気がするんですけどね。まだ合ってないんでしょうかね。名簿。ちょっとこの辺名光らせておきましょう。うん。ああ、あげます、あげます。待つとしようか。勝つなんてことは分かっている。まったく、どんだけ倒しされても、家康くんね、向かってきますよね。暇なんでしょうね。池田さんは、俺、どう考えても勝てないのによく向かってきますね。報告いたします。先月の収支です。名簿。これ、豊臣家、どうなんでしょうかね。まだいっぱい出し切っちゃってるわけでもないので、力とかいっぱい飛んできますよね、どっちみちね。ああ、でもこれ二つに分断されてるのか。いや、でも、こちらの方に5万ぐらいいますね。なんだかんだ言って、ここの、島左近さんも入れれば5万ぐらいいるんで。こちらも多分全部出せば5万いるんですけど、合計で5万出せるかったら出せないですよね。兵糧、5万出したら3ヶ月ぐらいしか持たないですもんね。まあちょっともう少し耐えしのぎます。商いを始めましょう。報告いたします。名簿。なんかこっちで戦ってますね。福原さんはあと1ヶ月ですね。法案の人送ってみますか。結構遠いから1ヶ月ぐらいかかるでしょ。
ギャさん貸さないですよ。あなたの戦争が終わったら、池田さんの、と、キキオス織田の戦争が終わったら、あなたを攻め込みに行けますからね。志、果たせずか。ああ、ガモウジサさん死んじゃいましたね。はい、ということで、まあ、ちょうど20分ぐらい経ったので、まあ、この、第、6話ですね。6話はこのぐらいで終了になります。ちょっと、あれですね。報告いたします。この6話は防衛したような感じでね、終わっちゃいましたけども、ちょっと時代が動きすぎちゃいましたね。ロミとコデビかな。で、ガモーさんが死に始めたってことは、そろそろもうあれですね。武士はバッタバッタ死んでいく時代になってきますね。名簿。はい、ということでね、とりあえず、コアはできました。イアスさんとコアはできたので、あとは、頃合いを見て、上杉家を滅ぼすだけですね。あ、戦争できますね。半年経ったみたいですね。はい、ということで、第6話はここで終了になります。第7話は、上杉家を滅ぼして、反撃ののろしをね、出すところになるかと思います。ご視聴ありがとうございました。